役作りというか、うん、まずどういうふうにこういうふうに演じようかなとか、うん、こういうふうに声でいこうかなっていうのは、うん、真子さんはどういうふうに、私はこういう声でいこうとか、こういうふうに演じようってのは一回も思ったことないんです。一回も。あのただ生い立ちはあのこう見るんですよね、はい、でもう悟空にしてみたら、うんうん、じっちゃんに山の中で育てられて、はい、こういうコップを出されてもこれが食べられるか食べられないかがわからないわけですよね、はい、コップっていうのも知らない、入れ物を知らないから、知らないから、野生だから、はい、もうそういう生活ってそれだけでいいんです、うん、であとは絵を見てて最初のこうセリフがありますよね、はい、でもうマイクの前に行く間にきっとそっちに入ってるんだと思うんです、はい、で私が第一声出してテストが終わって、今日現在までですよ、はい、今日現在まで、はい、プロデューサーなりディレクターなりに、すみません真子さん、ここのとこはこういう感じで言ってほしいですって一回も言われたことない、一回もないの今優しい、うん、業界に野沢雅子さん一人だけです。それは、いやそんなことないですけど、一人だけです、はい、え、はい、もうだから理屈じゃないんですね、もう、はあ、もう入り込んで、もちろんそういうね、はい、ある程度の情報は入れるけれども、はい、あとはその画面のキャラクターとも登場人物になりきってやるっていうだけで、はい、理屈は一切ないですね。そうで、前に絶対私は本は読まない、今ドラゴンボールは送ってくださってるんですよ、だから先まで分かるわけですよ、で今日どんな人が出てくるかっていうのも分かってるわけ、この先ですね、そうですね、ね、テレビシリーズよりも原作の方がね先行ってる作品多いですから、先行してますからね、それを見ちゃったら分かっちゃうわけじゃないですか。私悟空の気持ちでスタジオ入りしたいですから、こういう悪が出てくるっていうのは分かるのは嫌なんですよ。そうか、悟空はその時点で知らないわけですもんね。そう、それまでのことは分かってるけど、 その先のこと知らないんですよ、知らない、だからこいつかってスタジオで思うわけです。それで終わってから本を読むわけです私は。なるほど、必ず読むと面白いこれはなるほど、こっからこの次のコマまでにこれだけ膨らましてるんだっていうのが分かるんですよ。そうかそうかそうか、これすごいなと思って、うん、でもさ先に読んじゃうと自分の中でネタバレになって、そうこいつきっと後でこうなるから、うん、じゃあこういうふうになんて余計なこと考えると、そうでしょ、悟空になりきれないってこと、ね、うん、そうそうそう、私は悟空で行きたいから、うん、全部それで来てんです私最初から。そうなんですね、はい、